皆さん明けましておめでとうございます。深夜の25渡辺でございます。今日はですね、ここどこか分かりますでしょうか。先日急にね、 YouTube の活動休止を発表したマコナリ社長が経営しているですね、株式会社ディブさんのオフィスにお邪魔しております。どうやらマコさんですね、 YouTube を少しお休みして新しいサービスに集中するということらしくてですね、それがどんなサービスかちょっと分からない点もあったんで、今日はですね、そのあたりのお話を根掘り葉掘り聞いてみようと思います。明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。今日はですね、はい、YouTube 活動休止の動画を見まして、はい、ちょっとねぎらいに来ました。あ、ありがとうございます。はい、あ、もう永久に休止ということですよね。永久ってことはないんですけどちょっと今ね、やっぱやりたいことがあるってことで1ヶ月ぐらいでしたっけ、とりあえず休みますみたいな。1ヶ月が目安にはしてますけど、ね、まあそれ以上はちょっとわからないですね。はい、内容は新しいサービスに集中するっていうことで、うん、そうですね、ですよね。動画でも発表したアンコモンに集中してる、アンコモンっていうサービスですよね。はい、インフルエンサー業休むっていうことですけど、かなりそれ時間使ってたんじゃないですか。僕の YouTube って原稿とか何話すかとか考えるんで、はいはい、トーク内容練られてるって自分もやっててすごい分かるんで、相当あれ時間かかってるだろうなと思ってました。そうなんです。スラスラとあれを喋ってると思ってる人の方が多いんですよ、まだ。なるほどなるほど、はい、あれは時間かかりますね。あとインサイドストーリーズもやってるんで、はい、あれを毎日。いや本当だ。でもそのあたりの発信もランコモにやっぱ繋がってきてるんですよね。あ、そうなんですか。はい、じゃあその新規サービスにもう時間使うっていう感じ。はい、そうですね、来てもらうからには最高のサービスがありえないと思ってるんで、もう最後のもう爪のところを詰め切るってところで、はいはい、まあ、そこは時間最後まで割いてやろうという感じで、なるほど、もうコンテンツの最終ブラッシュアップですね。なるほど。アンコモンというサービスがこれどうなんだろうっていう、我々が第1号でそれを突っ込ませていただきたいなと思ってるんですけど、うん、はい、簡単に言うとどんなサービス。普通のままで終わりたくない、はい、社会人に送る、はい、オンラインの1ヶ月集中ビジネストレーニングですね。まあ、集中と言いましたけど仕事をしながら通うことができます。はい、内容は今まで僕たちはプログラミングとかデザインとかをテック憲法を通じて教えてきたんですけど、うん、そういう専門スキルではなくて、うん、ビジネスパーソンだったら誰もが必ず使っている、はい、そういうスキルを磨くっていう、そういうものになってます。具体的には思考力と文章力と、うん、あとコミュニケーション力、うん、この3つを磨く、うん、なるほどなるほど、そういう場になってます。なるほど。そもそものこれに至ったところから聞いていきたいなと思ったんですけど、はい、どういう経緯でこういうのやりたいっていう風になったんですか。一人でも多くの人の人生をもう深く変えたいって思いがまずあって。なるほど。でこの分かりやすい図があるんで、はい、これシンプルで、なるほど、テックキャンプはすごくニッチなスキルで受ける人も限られてる、うん、プログラミングって市場は広がっているし、うんうん、たくさんの方受講いただいてるんですけど、うんうんうん、じゃあ日本人全員がテックキャンプ受けるかっていうと、うん、まあ、それはないと思うんですよ。うん、で一方で YouTube ものすごいたくさんの人見てもらえるんですよね。はい、でも発信してるだけなんで、うん、仕事で行かせましたって声もいっぱい届くんですけど、うん、それ確率論で、うん、まあ、何百万人見てれば1万人に1人ぐらいは行動してくれて変わる人もいるよねっていうだけの話で、はい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 、見てる人全員を人生を深く変えることはできないんですよ。うん、なるほど。って思った時にもっと広く日本全てのビジネスパーソンが学べて、はい、かつ人生が深く変わる。なるほど。そういうなんか欲張りのことをやりたいな。最強のゾーンじゃん。最強のゾーンも、はい、でも両方やったからこそここ行きたいなっていうのが出てきたってことですよね。まさにテックキャンプではどうやったら学習をやりきれるかと深く考え続けてきたんですよね。はい、ここの人生変えるっていうのはすごい追求してきたと。そうです。そのノウハウはすごい溜まったんですよ。はいはい。で YouTube では多くの人に届けられる基礎的な能力の伝える方法が分かってきた。YouTube ではだからここの広さを追求してきたっていう。そうです。でこの深さと広さがつながってアンコモンが生まれたんですよ。なるほど。じゃあ何をそこで提供すればいいかっていうので行き着いたのがさっき言った思考力、文章力、文章力、コミュニケーション力。どういう理由からそこにフォーカスを定めたんですか。何をやればビジネスパーソンとして優秀になれるのか、うん、はい、この深い問い。なるほど。もういっぱいこう箇条書きで出して、はい、どれが一番いいのかとか考えた時に、うん、ちょっとこれはコンテンツの中身のヒントにもなるんですけど、はいはい、一番キーになったところが、うん、具体的に考えると、うんうん、抽象的に考える、うん、ここが全ての起点なんじゃないかっていうことで僕たちは行き着いたんですよ。例えば議論をするときに、はいはい、お互いの会話の抽象度とか具体性が揃ってないと、うんうん、議論が不毛なものになりやすいんですよね。なるほど。分かる。それ分かりますね。ですよね。物事の具体と抽象っていうことを理解していかないと、その思考するっていうのは言葉にすることなんで、うん、言葉っていうのは抽象なんですよ、うん、なるほど。あ、これだと、うん、まず具体と抽象をちゃんと理解しなければ、うんうん、人の思考力は絶対に良くならない。なるほど。そこから仮説を持ってプログラム作り始めましたね。はい、なるほど。
ほど。そこから起点でも最後まで全部つながってますね。なるほど。このプログラムも。そっか。これ学べるとこどこにもないです。確かに。始める前にそこを考えるの結構時間使ったっていう感じなんですよね。すごい考えました。なるほど。本当になんか哲学をやってるような気持ちで。なるほど。いつも社長室で企画について毎日毎日 2,3 時間とか話をするんですけど、はい、社長室が哲学の部屋って言われ始めて、はい、なるほどね。人はなぜ考えるんだろうなるほどね。でもそこから積み上げてるんで、うん、いわゆる表面的なプログラムをポン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 羅列したわけじゃなくて、ですもうこの根っこの部分固めてから、はい、まさに積んでいくっていう。動画の中でもおっしゃってましたけど、はい、人全然足りないんじゃないかって言ってどんどんエース級の社員を増やしていったっていう話がありましたけど、はい、そんなに人が必要なのってどの辺に必要だったんですか。カリキュラムですよね。要は動画のその内容、動画の内容を私と平田で2人で作っていってたんですけど、はい、3年かかるってことに気づいたんですよ。このペースだとそんなにかかるもんなんですか。アンコモンはペアになってやるんですけども、はい、ペアのワークにすごいこだわっていて、なんでだっていうと、はい、受講の 70% 以上がワークなんですよ。聞いてるだけが全然ないんですよ。なるほどなるほど。とにかく自分で手を動かして、はい、頭を動かして喋、はい、ってやるっていうワークがあって、はい、そこでこのプログラムの出来が決まるんですよね。もうすごいこだわりがあるんで、はい、まず一つは面白いことですね。これ一番大事です。あーなるほど。ワークの内容が。そうです。なるほど。人が何かを身につける体得するっていう時は、はい、感情が動いた時なんですよ。なるほど。うわもうちょっと頑張ればよかったとか、なるほどなるほど、あそういう考えに気づかなかった、自分すごい悔しいみたいな、うん、その時に覚えるんですよ。なるほど。これを意図的に設計するんですよ。記憶に残るようなワークにするってことですね。そうです。なるほど。ただ問題を作るじゃなくて、はい、これが終わった後どんな気持ちになるか、うん、難易度もちょうどいいラインにしなきゃいけないんですよ。なるほどね。いやちょっと分かんないなっていう、うん、全てのワークをそのぐらいでやると盛り上がるんですよ。なるほどな。でインプットの時間も 30% になるんですけど、そこ全く同じになるんです、うん、眠くならない。なるほど。大学の授業とかもうな9割ぐらい寝てると思うんですけど、うちだと誰も寝ないです、欠席はもちろんしない。なるほど。全員最後まで超集中して疲れてやりきらざるを得ないっていう。なるほど。動画も結構長いのを見なきゃいけないですか。15分おきには絶対にワークがあるんで、そこでペアでワークを一緒に取り組んで、なるほど、議論したりだとか発表し合ったりとか。連続ではじゃあ今言った15分ぐらい見て、はい、でワークに行くっていうので、ずっと動画見てるわけじゃないってことですね。そうです。あなるほどなるほど。だから眠くならない、ね、なるほどなるほど。もう完全に決まった時間から生放送みたいにやるやつを同時に見るっていう。そうです。生放送でスタイルなんですよね。そうです。欠席絶対ダメ、絶対ダメ。なるほど。で1ヶ月間同じ時間で朝と夜にやりきっていただくっていうものですね。なるほど。朝と夜なんですね。朝と夜あります。朝7時から7時半。7時、はい、結構早いですね。そうなんですよ。で夜が20時から21時半、うん、これ1ヶ月間決めていただいて。朝7時からとかに決まったのは何か理由があるんですか。ありますね。実は僕はここまでスキルを教えるのがアンコモンだっていう言い方してるんですけど、言ってないんですけど本質はそこじゃないんですよ。あそうなんですか。一番大事なのは思考習慣を変えていくっていうところなんですよ。やっぱスキルだけ身につけてもダメなんですよ。うんなるほど、ね、そう自分のもう根本的な考え方っていうのをこの1ヶ月かけて徹底して見直していく。なるほど。っていうことを朝にやるんですよ。なるほど。簡単にその概要を聞いてもいいですか。まず瞑想やります。瞑想5分間。はい。瞑想ざっくり言うとどういう効果があるって言えるんですかね。集中力の向上、うん、ストレスの低減。なるほど。メタ認知力の強化。なるほど。が主にあるってことですね。でその後にメモ書きやります。メモ書き。今自分が考えてること、悩んでること、うん、これからやりたいと思ってること、何でもいいので A4 用紙に書き出すっていうことをやるんですよ。うんうん、なるほど。で自分はこんなこと悩んでるんだとか、モヤモヤしてるのが、うん、最終的にどうなるかというと、これからどうするかになるんですよ。うん、人間はもう具体的なアクションになったら悩まないんで、うん、まずやるだけなんで、うんうん、その状態に持っていっていただく。なるほど。でその後にマインドを習慣化するための振り返りのワークがあるんですよね。うんうん、5つあって、うん、自ら率先して行動すると、うん、相手の価値観を理解する、人がやらないことをやる、感謝を伝える、他者に貢献するっていう、うん、これを今言ったのって人間であれば大事にしたいと思うことじゃないですか、うんうんうん、でもこの当たり前のことを 100% やれてるって自信ありますかってみんなに言ったら、うん、いやってなるんですよね。なりますね。刷り込んでやってみようよっていうのをもう毎日のようにこう毎日やって啓蒙していくっていう、その朝の後の午前午後で実践していただく、うん、なるほどなるほど。それでその人の人生をちょっとずつ変えていって、なるほどなるほど、強制装置のように思考が前向きになっていくんですよね。そっか。クラスみたいな概念があって、はい、で1ヶ月は同じなんですよ基本的に。でペアは変わっていくって感じです。そういうことか。で1ヶ月やると仲良くなるんですよ。なるほど。結構マッチョなプログラムだし、同じ時間でやってるから絆ができそうですよね、はい、そうなんです。1ヶ月間きついんで、きついやつを乗り越えたっていう、はい。しかもみんな自分の悩みとか考えてることとか、うん、はい、自分の思想をものすごく吐き出していくんですよね、うん、親しい人にも上司にも絶対話さないような心の内側をどんどん話していくと、隠すものはなくなるんですよ。なるほど。本当に打ち解ける。この人本当はどう考えてるかわからないみたいな、はいはい、そういうのが全くなくなるんですよ、ね。しかもお互いより成長しようっていう意欲があるんで、それで小バカにするとか、はい、そういう人は絶対参加してこない。なるほど。
全然動画でそんな話してなかったじゃないですかそういうところは時間が足りませんでした、ね、そうですよね、はい、宿題とかは出さないスタイル、はい、いや僕宿題はもう本当に夜中からなくなった方がいいと思ってるんですよ。夏休みの宿題やってました。僕は本当に最初と最後だけ頑張ってましたね、はい、最初やるって言ってちょっと手出してこのペースでいけば絶対終わるだろうって言って終わるんです。それです。僕は最初から最後までやらなかったです。あ、なるほど、はい、つまり僕は宿題とか信じてない、誰もやらないと思ってる、うん、じゃあ宿題はやめようと、一切自分の意思がなくてもその時間にいればいいっていうプログラムにしました。その時間さえ参加してれば成果を保証するという、はいはい、そうです。ジムとか通信講座とかやるときって、はい、これ自分やりきれるかなって不安があるじゃないですか。確かにありますね。あんこもやりきる以外ありえないんで、いればいいから、万が一ちょっと合わないなとか思ったら、はい、もう全額返金つけてるんで、うん、え、満足いただけない場合はもう今返しますって言ってるんで、はい、もうノーリスク、テックキャンプの時は転職できなかったら、そうです、テックキャンプは転職できなければ、今回は満足してもらえなければ全額返金です、はい、すごい主観じゃないですか。本気でやってその結果いまいちだなと思うんだったら返金します。すごい、はい、それぐらいのなんかある種自信があるっていう。今回はちょっとやっちゃいましたね。すごい裏付けあるんですか。実はテストリリースをやったんですよね。で僕たちはそこで満足度5点中 4.0 を超えなかったらサービス出さないって決めてたんですよ。結果 4.86 だったんですよ。4.8650人です。なるほど。そういう定量的な数字もそうですし、はい、本当に受講の最終日に受講生泣いてるんですよ、はい、大の大人が涙を流して最後プレゼンなんですけど、はい、そのプレゼンで泣いてるんですよ。どういうプレゼンなんですか。いや、それは受けた人に体験していただきたい。なぜ、はい、アンコモン最終日に受講生が涙を流すのか、それは参加した人しかわからない、はい、なるほど、はい、気になってきた。本当に自信を持ってお勧めできる。そうか、もう全日本人来ない理由が全くない。なるほど。できたやつを社員さんとかにもやってもらったりしたんですか。もちろん僕たち運営メンバーは全員やります。そしたら大変なことになりました。もう見るからに仕事のレベルが上がったんですよ。マジっすか。だからうちの会社がまず生産的になりました。さらにすごいですね。まず分かりやすいのが、社内でチャットのコミュニケーションってするじゃないですか、はい、しますね。文章が全く別のものになります。え、僕新規事業のチャットルーム入ってるんですけど、はいはい、僕に確認依頼来るんですけど、はい、だからやたら分かりやすいなってずっと思ってて、そっか、この人たちみんなあんこもやってるんだってあと会議もスッと終わるんですよ。この資料自分で作ったのみたいな。いや、自分で書きましたみたいな。なるほど。え、そっか、あんこもやったんだみたいなCM みたいになってますけど。いやいやいや、分かってます。最後に聞いていいですか、はい、お高いんでしょ、ね、今回お値段、はい、15万8000円です。15万8000円、はい、あまりにも安すぎると腹をくくってきてくれないっていうのがあるんですよね。まず価格でそこで決まっちゃうところは言ってあると思います。そうですね。あんまり気持ちのない人が来ちゃうと、うんうん、サービス自体のクオリティが下がってしまう。しかもペアになってやるから同じような熱量の人でこうちゃんとがっちりやんないとっていう。で僕は冒頭言ったように広い人に届けたいんですよ、このサービス、うんうんうん、ってなった時に 4,50 万クラスになってくると狭まってくるんですよね、うん、そうですね。テッキャンプはそうなんで、そうですね。でも10万台だったらちょっと頑張る必要はあるんだけど、うんうん、本当に成長したい人にとってはやろうと思ってもらえる価格だと思うので。でも確かに15万ってこれやったら年間の給料15万ぐらい上がりそうですね。 100% 上がります。ですよね。 100% 上がります。だからそう考えたら絶対取り返すそうな気はしましたね。すごく分かりました。どういう思想でどういう内容かって分かったつもりなんですけど、はい、ちょっとやりたいなって思ったんですけど。ぜひやりましょう、まあ、僕は確かにね、もうすでにアンコモンな人材になってますから。そうですね、はい、間違いないですこの動画のね AD の今ね入社2年目でまさに普通をターゲットを脱却したいと思ってるメンバーがいるんで、はい、彼にちょっと触りだけでもやらせてみていいですか、うん、ぜひやってほしいです。でこれ多分ペアワークになるんで御社の方とかと一緒にやるとかできます。今ちょっと手空いてそうなもの探してくるんで、はいはい、それと2人でじゃあやっていただくと、やっぱ仲いいと変わってしまうんでね、はい、やらせてもらいましょう。お願いします。それではまず今日ペアになる方と自己紹介とアイスブレイクをしましょう。深夜の25編集部の森久保と申します。よろしくお願いします。はい、で24時間以内にあった良かったことなんですけど、1週間ぐらいずっと抱えちゃってた気合の入った取材があって、それが昨日の夜にやっと完成したって、その動画がで結構いい出来になったんじゃないかなって思ってるので、それはめちゃくちゃ嬉しかったっていうのがありました。ありがとうございます。まさなり社長のアシスタントとして、はい、今一応させていただいてます。よろしくお願いします。24時間以内にあったいいことは、私もそのまこなり社長の動画編集だったり企画を担当させてもらってるんですけど、今日担当した編集でまこなり社長にちょっと笑ってもらえたって言ってくれたのがちょっと私の中で今うっしゃーっていう感じ。それめちゃくちゃ嬉しいですね。すげえ。ありがとうございます。前提条件をヒントに解決策を考えてみましょう。
どのように考えて解決策を導き出したのかを発表し合ってください。最後に1分間でお互いの発表に対しての感想を伝え合ってください。それではペアになって意見交換をします。僕がまず考えたのが、近くに家電量販店があるっていうのもあったので、それを活かして初心者向けのカメラ のセッティングからこういう画角で撮ったらいいみたいな講座を自分の店舗で開くみたいな、そういうのを考えました。僕の意見は以上です。前提条件のところで大衆向けが落ちてきてるっていうことだったので、すごいもうなんかすごい思考力がある方の回答だなと思いました。そっかそっか、そっか、そういうことか。そうですね、ちょっといきなり僕解決策出すので、ちょっと三流ビジネスパーソンだなと思います、ね、自分を。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。思考力のパートかな。そうですね。で触りの部分だけ受講してもらったっていう感じだったけど、はい、どうでした。ちょっと ぶっちゃけていいですか。ぶっちゃけて、本当に怖いなって思いました。怖い、強制的にあんこもにさせられてしまう、普通を抜け出してしまう。本当にそれをめちゃくちゃ感じて、まこさんもさっき言ってましたけど、うん、始めてしまったら、うん、もう流れに乗っていくだけなんですよ。時間も決められてて、そう、それ制限時間3分でこのアウトプットしてください、はいはい、ここでこの話題をペアワークの人と話してくださいって言って、はいはい、もうあれよあれよという間にもう45分経つんですよ。なるほど。でかつその実際にこのアウトプットしたりとか、うん、知識のインプットもあるので、うん、自分のスキルが明らかにさっきより上がっているって体感もある。なるほど。いわゆる自己投資系というかさ、はいはいはい、まあまあ触れてると思うんだけど、なんか他のものとやっぱ異質な感じがあった。そうですね、自己投資でいくと多分自己啓発本とか、まあ、オンラインサロンとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、うんうんうん、あれは正直モチベーションめっちゃ上がりますよ、うん、すごい人の考えを得られて明日から頑張ろうってなりますけど、はいはい、何もしないじゃないですか、うん、だから逆に自己肯定感下がるんですよ。なるほど。できない自分が。あ、そういうことか、はい、でもそこからもうやらされてしまうんで勝手に興奮してるな。そう、やらされやばいですよ、もう本当に伝えたい、ほんでやらされてしまうんで、うん、できたわ、うん、以上みたいな。宿題もさっきないって言ってたじゃないですか、うん、だからねこのモヤモヤが一切なくて、なるほど、そう、優秀になってしまう、優秀にさせられてしまう、させられてしまう、ね、本当になんか怖いなってちょっと思いましたね。いわゆる自己投資系のさ、はいはい、セミナーとかもそうだけど、はいはいはい、抽象度が高いイメージあるんだけど、はい、その辺ってどうだった、具体的なのか抽象的なのか。それでいうとどちらもで、真子さんもそれどっちも重要って言ってたじゃないですか、はいはい、だから抽象的な概念の説明あるんですよ、うん、それでしっかり理解できるんですけど、うん、すぐにこのワークがあって、うん、じゃあこういう課題、例えばこういう売り上げを上げるためにはどうしたらいいでしょうかとか、はい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 、そういうのがあって、うん、実際の仕事とかに当てはめて考えるっていうところがあるので、なるほどね、一気にこの具体に落とされて、そういうことか。でまたこの概念の説明があって、うん、これがもうわーってなって優秀になっちゃうみたいな、こんななってるやん。そう、優秀になっちゃう、怖いみたいな感覚がありましたね。なんかさ、普段の仕事とかに活かせそうかどうかとかすごい気になるんだけど、はい、その辺の感覚とは確実にあります。あるんだ、はい、今受けたの本当第一章の触りのとこなんですよ。そうだよね。それでも今仕事でここ詰まってたのを、うん、こう解決できるのってありました。あ、もう繋がるんだ。完全にやりました。最初 NG 例を話されるんですけど、はいはい、やってたわ。あ、なるほど、ね、やってた。なるほどね、はい、こうすらいいんだってめっちゃありました。そこもだから多くの人に刺されるようにすごい練ってるんだろうね。やばい、本当に詰められまくってるなって。洗練されてると。洗練されてる。すげー、やばい。真子さんがさ、ワークのところさ、はい、面白くするにこだわってるとか言ってたじゃん。面白かったっすね。あ、そうなんだ。真子さんの YouTube って没入感あるじゃないですか、うん、これがこのコンテンツにもあるんですよ。あるんだ。あって、うおーって見てたらすぐにもうペアの人と3分でこの課題解決してください、うん、うわーってやって、うん、またこっち没入してやってみたいな、もう一気に繰り返されて優秀になっちゃう。大丈夫かやばい。よかったら45分にしといて。やばい、これ始めちゃったらやばいと思う。危ないな。初めての人とコミュニケーション取ってやるってのはどういう感じだった？それもめちゃくちゃ構成されてて、まず前提僕コミュ障なんですよ、うん、だから初めての人と話すって苦手なんですけど、うん、1分でこのことについて話してくださいっていうのが決められてるんで、うん、でちょうど1分で話す量なんですよね、それが。ああ、なるほどね。ぐだるっていう現象が一度も起きない。なるほど、ぴったりなんだ。ぴったり。ちゃんとさ、仲良くなれる感じだったの？そうです、うん、自己紹介も漠然と投げられるだけじゃなくて、自己紹介をしてこのことについて話して、うん、相手に質問してくださいみたいな決められてるんですよ。でそれが仲良くなれちゃう質問みたいな。そう、これすごいです。寝られてるな。これやばいです、ほんとやばい。すごいな。
まこさんの話だと朝30分1日の始まりのワークをやって、これは夜だと思うんだけど毎日1時間半やると、でこれで1ヶ月じゃん、はい、できそう。ぶっちゃけ仕事の後にやるのは疲れます。疲れる。でも、うん、それが気持ちのいい疲労、わかります？なんか本当の意味で疲れるって、うん、これもしなきゃいけないのにできなかったっていう疲れなんですよ。ああなるほどね。だけど全部もうやりきるんで宿題もないんで、そっか、もう疲れるんですけど、あ、やりきった、風呂入って寝よう、終わり。なるほどね、はい、そんな感じですね。風呂が気持ちよくなっちゃう。気持ちよくなっちゃう本当にすごかったですね。なるほどね、はい、からなんかまこさんがこれ全人類にやってほしい、日本国民全員やる価値あるって言ってたじゃないですか。言ってた。これ全員がやったら怖いなというか、どうなっちゃうんだろうみたいな。あ、日本がどうなっちゃうんだろう。なるほどね、怖いサービスです本当になるほどね、はい、ただ不安なのが、うん、今僕夜のパート受けたじゃないですか、うん、朝のパートまだ知らないんですよ。そうだね。で僕超夜型なんですよ。で7時に起きたこととかない、もう。なるほど。のにできるのかなっていう不安正直あります。なるほどね、はい、そこはちょっともうやってみないと分かんないね。分かんないです。ただまこさんはもう絶対にできて生活習慣まで変わるって言ってたじゃないですか、うん、だから変えてほしいなと思う。なんかさ思ったけどさ、10人でグループになるって言ったじゃん、はい、で多分この10人でって発表されると思うんだよね、はい、脱落したらちょっと恥ずかしいと思うんだよね。それはめっちゃあります。はじめ挨拶してやりましょう、はい、あであの人間に合いませんでしたみたいになるとそれめちゃくちゃ恥ずかしい。そういうのもやりきれるための仕組みになってる気がする、ね、そうですね、うん、あのペアワークも時間制限あるっていうのと、ずっとこのオンラインツールで相手の顔が見えてて、うん、この人にやっぱ負けたくないし、ダサいとこ見せられないってあるじゃないですか。そうだね。これが多分ずっとあるんだろうなって。なるほどね。ありがとうございます。ビジネストレーニングサービスとかがよく分かったんで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まこさん、今日体験までさせていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今新年になったんで、自己投資したいとか、なんか自分で変わりたいとか、新しいことやりたいって思ってる人、うん、すごい気合い入ってる人がいると思うんで、ちょっと最後にメッセージをぜひ視聴者の方向けにいただきたいなと思います。はい。アンコマンは僕のビジネス人生のもう集大成とも言えるプログラムなので、満足いただけることをお約束します。人生を変えたい方、普通で終わりたくないあなたへ、オンラインビジネススクールアンコマンでお待ちしてます。よろしくお願いします。サービスの詳細はあの概要欄の方に貼ってますので、ぜひ気になった人はチェックしてみてください。はい、ぜひチェックしてください。はい、ということで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。